皆さん、こんにちは。ミヤクレです。ということで、今回なんですけども、今回はですね、まずはね、こちらをご覧ください。ということでね、こんな感じで現在、ミヤクレのチャンネル来ております。現在の、来ておるんですけど、現在ね、再生回数がこんな感じで書いてあると思います。でね、今からね、約4ヶ月前なんですけど、こう下に下げていくと、ほとんどこんな感じでどこまでなんですけど、約4ヶ月前あたりですね。4ヶ月、5ヶ月あたり前に、どこまでマネーチェンジ普通、4ヶ月ですね。約4ヶ月ぐらい前に、どこまでマネーチェンジ普通、4か3かな ?3 か4、ぐらいに、どこまでマネーチェンジ普通ね、関連の動画を、メイン、ほぼメインで上げ始めました。でね、再生回数で、ここでね、再生回数注目なんですけど、再生回数見てください。こんな感じでね、再生回数をね、見てみるとね、ほとんどの動画はね、ほとんど、そうですよね。ほとんどまではいかないけど、100回切ってるやつありますよね。で、ここでなんですけど、ちょっとね、今、6万コースのやつとか900回とか言ってますけど、実はね、これ再生回数は、大体の人が、関連動画から飛んできてるもんです。っていうのが出るんですよ、データで。出るんですけど、それなんですけど、そう、関連動画から来てます。で、ここでね、約1年前、そうですね、1年前、だからもう、マリオメーカーの2を上げる前とかの動画から見ていきます。これに来ましたね、だいたい1年ぐらい前かな。ちょっと、マリメとか若干あるんですけど、この時も。当時ね、僕はね、電波人間というね、ゲーム、電波人間の RPG フリーというゲーム、知ってる方は知ってるかなと思うんですけど、っていうゲームを、メインで活動してやってました。でね、再生回数、その動画のね、再生回数を見てみると、見た感じ、2000回とか、700回とか、ちょっとこれマリメーカー、混じってますけど、ちょっともうちょっと下行くと、ほら、2000回、1000回とか、結構いってますよね。で、明らかにね、今よりも再生回数が多いのがわかりますよね。どんなに多くても、少なくても500回とかいってますよね。で、多い時も1000、2000とか、ね、いってます。こんな感じで。3000もいってますし。で、僕はね、去年のね、3月頃に、今やってるんで、どこまでマリオちゃんに普通ですね。こんな感じで、どこまでマリオちゃんに普通ね、の動画をね、普通の動画ですね。動画っていうか、普通をやり始めました。そう。動画で言ったことあると思うんですけど、どこまでマリオちゃんに普通を本当にやり始めたのは、2022年の3月頃です。それまで前はほとんどやってませんでした。でね、当時ね、なんでそこを始めたってところなんですけど、当時は、どこまでマネーチェンジ普通のランキング世界10位って言ってたんですけど、で、ランキング10位でそれ以上って言ってたんですけど、それをね、行ってね、それを再生回、あ、じゃあ、それを行って、それを動画に出すとすれば、ランキング上位高いから、動画の再生回数がね、すごい上がる、何百回も、下手したら何千回とは言ってないけど、そう、だその当時よりも行くんじゃないか、同じくらいまで行くんじゃないかっていう考えがありました。しかしね、現在、ミヤクレ、知ってる方は知ってると思います。ってか、ここに書いてあると思うんですけど、現在、ミヤクレはどこまでマネーチェンジ普通、本当に今でもね、勝ちっており、世界ランキングが7位になっております。7位ってかなり一桁なんで、いい順位ですよね。でね、動画やね、ライブ配信をしていますが、本当に昔よりもかなり落ちてるね、と思います。落ちてると思いますが、見た通りです。見てみますくださいよければ、皆さんも。落ちてます。かなり落ちてると思います、再生回数。じゃあちょっとね、一回マリオメーカーの画面に戻すんですけど、そちらをね、ちょっとご覧ください。現在ね、世界1位、どこまでマネーチェンジ普通、世界1位の方がね、12万5900、現時点でこんな感じで、12万コース以上、クリアしているんですけども、現在、ミヤクレね、世界7位で、と言ったと思うんですけど、7位で7万4951コースなんですよね。約7万5000コースってとこですね。で、そこでね、世界1位の方は、現在ね、かなりペースを上げています。毎日見るんで分かるんですけど、本当にペースがかなり速いです。僕よりも速いかな、ミヤクレより速いかなって感じです、下手したら。それより多分速いと思います、ちょっと。でね、こんな感じで見ると分かると思うんですけど、7万で、約5万コースくらいあるじゃないですか、コース数が。で、今ね、どんなに頑張っても、これ見ていくと、どんなに頑張ってもね、3位、もしくは2位、と思うじゃないですか。実際、せいぜい4。一番早くて4って感じですよね。高校が5000コースないぐらいなんで、これ結構隙間、あんまり空いてないんですけど、こんな感じだと思うんですけど、ですね、現在、やってる方、本当1位の方、このすごいやってるんですけど、2位の方ね、実は本当に、
めちゃくちゃ昔ペース速かったです、この方。まああんま詳しくはちょっと言うとねあれなんですけど、まあ本当に速かったとだけ言ってます。でもう本当に猛スピードでここまで来ましたね。はい、まあ、つまりで3位の方はねちょっとまあそこまで速くはないけど、まあ長期的プレイヤーって感じですかね。昔からすごいやってる方だと思います。はい、3位までの方はです。はい、で、まあ、現在で4位の方はちょっとまあいろいろあって今やってないと思うんですけど、うん、まあで他はそんなやってないんですよね、他の方はね。なんでまあ行けても4位ってとこです。はい、世界4位ってとこなんですよね、どんなに頑張っても。はい、そしてね、まあ現在僕はね、ミラクレは、まあこれをね、ちょっと言うと、まあ知ってる、まあさすがにもう分かる、気づいてたと思うんですけど、まあ、この辺なんでやってるかって言ったら分かると思うんですけど、まあ予定のない日ですね。まあこれを言ったらだけど、ね、予定のない日とか、まあ本当に暇な時は、本当に時間があれば、どこまでもやれちゃうんで、普通をもうやってくるっていう生活を、もう約1年2ヶ月ほどやっております。まあなのでここまで来たってとこあるんですけど、まあだから、かなり他の方よりペース早いってとこあるんですけど、はい、本当にここまでやって、毎日暇でやってます。暇ってか毎日やってます、ちゃんと。はい。でね、話をね、まあ、さっきに戻すんですけど、まあ、僕はどこまでもやっちゃうんで普通でね、さっき言った通り、まあ、ランキングがね、もう上位、本当に10以上とかね、もっと一桁いけば、まあ、YouTube のね、まあ、それを動画に出したりすればね、再生回数が上がるのではないかと、思ってました。はい。っていうのを言ったと思います。でね、さっきも見せたと思うんですけど、まあ、さっき見せた通り、どこまでもやっちゃうんで普通の動画を上げても、再生回数、関連から来る時はもう上がるけど、それ以外は基本100回を切ります。はい。それでね、まあ、わかると思うんですけど、まあ、つまりね、まあ、予想が外れました。はい。予想って言ったら本当に予想してたんで、行くんじゃなかった予想、まあ予想じゃないですか。それから外れたら見事に外れました。全然、もう、まあ、言っちゃあるけど、本当に、ここまで来たけど、意外と上がらないなって感じは思ってます。はい。ちょっとあれですけどね。はい。まあね、もちろんね、わかると思うんですけど、もう本当に74,900コースで、3000時間ぐらい多分マリオメーカー2の頃普通に費やしたと思うんですけど、本当にね、この1年2ヶ月ぐらいで。本当に時間をかなり使いました。で、頑張ってきました。なので、まあ、伸びる伸びないにしろ、まあ、どこまで普通のね、ここの、例えば7万5000でやめますとか、引退しますとは言いません。はい。引退してしまったら、まあ、ランキング下がる可能性もあるし、引退するとはちょっと、言わないです。言わないんですけど、まあそんな感じなんですよね。まあなのでね、今後はまあね、どこまで、今後、そうですね、今後だから、そう、だからそこでね、今後ってとこ出てくるんですよ。本当にどこまで普通、ね、世界ランキングもっと上がれば、まあ再生回数、それ取れるんじゃないかとかって、まあちょっとね、軽い気持ち持ってたんですけど、まあ現実は甘くなかったということで、はい。せっかく上行っても、まあそう、まあ時間を費やした割には、そこまで上がりませんでした。はい。でね、まあ、この時間とかはね、費やしてる時間があれば、まあ、実践までやってても、まあ、そしてもう作業系ってとこあるんですよ、普通って。で、まあ、数は増えるんですけど、まあ、ランキングも毎日上げるわけじゃないし、もうここまで来たら、そんなにも面白みもそこまでないです。まあ、ただ、目指してたんですけど、はい。で、この時間があれば、なんだろうな、その、だから皆さんが、で、そう見てた通り、まあ、僕は一応 YouTube をメインで、レパリンゲというゲームもやってました。今はやってないんですけど、もう終わってて、引退とかしてやってないんですけど、一応それでマリオメーカー2までや、まあ、一応やってるんで今。まあ、さすがにね、ここでゲーム変えるとかっていうのはない、考えてないんですけど、例えばマリオメーカー2でいろいろいるじゃないですか、実況者の方々。そういう方ってやっぱり、まあ、ミンバとやってたり、あとは、いろんなコースプレイしたり、トロールやったりとか。ちょっとわかんないけど、最近の、昔はトロールやったよね。あとは、ね、難しいコースクリアしたとかってやってると思います。すごい難しいコースクリアしてみたとか。で、まあやってると思うんですけど、まあ、そういう系のがね、やっぱり、ファン、あ、違う、ファンっていうか、ファンか、ファンの方が多いっていうか、そういう方が 見応えあるっていうかね。まあでも僕も思ってました、本当に、ちょっと思ってました、結構前から。なんていうか、どこまで普通、動画化してるけど、見応えというか、そんなないじゃないですか。まあ、とてもずだったら、まだあるけど、まあ言うて、普通ってただ、例えばスタンダード一人でやってるから、ミンバトのスタンダードより面白くないってとこあるんで、まあ言っちゃえば悪いけどね。まああるんで、それをね、しかもミュートとかでね、配信したりしてたんですよ、今まで。ミュートで適当にこっからコースからとかって配信してたんですけど、やっぱりね、まあそれはもちろん同説増えないのが現状です。って現状として分かってます。それはもう受け止めてやってたんですけど、やっぱり、まあどこまで普通ね、記録はもう残るんで、延々と。この記録コースをクリアしたって記録は。残るんで、まあ今どんなに頑張っても世界3位なんで、まあ一応過去にね、その世界3位以上行きますとか言ったんですけど、まあちょっと変えるのも申し訳ないとかありますけど、
まあそうね、時間の関係上とか、時間のそのプライベートの時間とか考えたりすると、まあ総合的に考えると、まあペースをまあかなり落として、まあたまにやる、基本的にやったらやるかって感じで、まあそれ以外の時はまあプライベート普通に過ごしたり、やることやったりとか、そうですね、だから動画ネタ考えたり、例えば難しいコースクリアするために撮影してクリアしましたとかって言った方がね、まあ難しいコースはね、もちろんクリアした方がね、見応えはあると思うんで、どこまでの動画よりもね、例えばすごい難しいスピランとか改造コース、コーラコースとかをね、クリアした方がね、見応えあると思うんで、まあ、今回そういうの実況しながらやっていこうかなって感じはあります。はい。まあちょっと過去にね、コース募集とかしてて、若干そういうのしたんですけど、まあちょっとあの時も明確に決まってなかったんで、なんだかんだ、どこまでまたね、まあ、世界7位行ったってところで戻っちゃったんですけど、はい。まあそんな感じですかね。まあ、いろいろ長々と話してきましたけど、今後はだから、なので結論言いましょう。結論は、今後はドコマリ普通は、まあ、やめませんが、まあ、で、やめませんし、まあ、もちろん3位以内行きますとかって言って、本当にあの動画宣言したのに、なんかまた書いの申し訳ないと思いますけど、これが現状です。はい。今言った通り、それが現状です。時間の関係上だったりね、再生回数のこととかも現状なんで、ドコマリ普通は、まあ、1位という夢は、まあ1位とまで言ってないけどね、まあ1位という夢も諦めるしかないかなと思います。1位の方すごいやってるし、めっちゃコースあるし、これを越すっていうのは無理でしょうって思う、現実的にって思うんで、時間の関係上とかいろいろあるんで、はい。なので、諦めます。ここに、います。はい。そんな感じです。まあ、もし皆さんがアドバイスがあればね、この動画見てる方でアドバイスあれば、こういう動画出してほしいとか、まあ、例えば、まあ、マリオメーカー、僕一応マリオメーカー実況者に今なってるとこあるんで、別に有名じゃなくてね、なってるとこあるんで、まあ、多分、どこまでの動画飽きてると思うんで、皆さん、まあ、見てる方、一部いたとしてもね、飽きてると思うんで、マリオメーカー2の動画で、やってほしいコースとか、やってほしい系の動画系っていうか、そういうのがあれば、コメントでアドバイスください。はい。そんな感じです。まあ、長々と話してまたカットしてるからどうなってるかわかんないけど、まあ、結構まとめた感じのあるんで、はい、それが思ったことです。はい、ということで、やめませんが、完全にやめません。いや、完全にやめません。だけど、まあ、ペースを落として、まあ、動画作り、まあ、現状再生回数のこととか見ると、まあ、見込みないんで、そんなに上がる見込みはないんで、ここまで来て上がらないってことは見込みないんで、まあ、早いうちにもう切り上げといて、まあ、切り上げ寄りにしといて、視聴者さんのね、ことを考えて、まあ、今後ちょっとファンを増やして頑張っていきたいと思います。はい、そんな感じでした。では最後までご視聴ありがとうございました。今後はそんな感じで頑張りますので、よければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、では今までお疲れ様でしたとまでは言いませんが、どうもありがとうございました。一応ね。はい、ではお疲れ様です。はい、本当にここまで来たの頑張りましたけど、お疲れ様です。終わります。はい、お疲れ様でした。